はい、一芸ラジオ第11回、りょうです。よろしくお願いします。山口です。よろしくお願いします。今回ちょっと、年末ということもありますので、2012年のまとめを一つ、まあ、簡単ですけども、ざっとさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今回は2012年のまとめを、まあこちらの手前勝手ですけどまとめさせていただきましたので、ちょっとこれについて軽く振り返っていこうかなと思います。はい、まず2012年っていう年、年間通じてですね、祝日と、まあ、土曜日が近年に比べて非常に多く重なった年だったと。うん、僕もなんとなく多いかなぐらいだったんですけど、うん、そんなにあったかという、まあ、祝日と土曜日が4回、まあ、今年重なったらしいんですよね。これ土曜日っていうのはネックみたいですね。多分日曜日だと振り替えがあるのかな、うん、だから多分こんだけ騒いでるというかニュースになってるんだと思うんですけど、うん、ちなみにまあ去年は1回だったそうですので、まあ、3日分去年よりも祝日が少なかったと。これ景気対策としてはどうなんだろうね。やっぱりその3連休とかになって、はい、まあ行楽に出かける方が経済的効果があるのか、はい、それとも生産性を高めるためにも休みが少なった方が、そうですね、同じ給料で働くわけですからね、より多く、どっちかちょっと分からないけど、まあ小泉さんは前者を選択したわけですよね。そうだね、うん、ハッピーマンデーでしたっけ、うん、ある程度まあ経済が上がったのかっていう結果報告来ないですけどね。そうだね、なんかでも、うん、毎回その経済効果はあったみたいな時しか報告されないからね経済効果はなかったっていうニュースはないからねそうだ、まあその方がいいですよね、うん、なかったって言われちゃうと困っちゃいますからね。そうなんだよな。ほんで、まあ主だったニュース、うん、振り返っていきます。はいはい、まあ1、2月がまあちょっと重たいニュースが多かったので飛ばさせていただいて、3月16日新幹線の100系と300系の電車が引退したと。あ、多分古いあの望み光の方ですかね、うん、ちょっとごめんなさいね、ど素人なんですけど僕らこだわらったらどうするあ、だから丸みをちょっとすごい帯びている、はい、多分赤目のあれ、ね、そうだよね、古いタイプの、まあ、あれが引退されたと。そのニュースは見ましたね。見た、はい、結構鉄道マニアの人たちがね、そうですね、惜しんでたよね。はい、上野駅、東京駅あたりかな、うん、すごく来たらしいですけどね。うん、まあ、確かあの古い方、僕らもね新幹線って言ったらあの方ですからね。そうだね、うん、今のあののぞみとかはちょっと近代的ですからね。いやー、なんか早いんだろうなみたいな感じで顔がもう伸びちゃってね、すごいですよね。まあ一つ時代がね、うん、変わったというところのニュースが3月16日。でその翌月4月14日、うん、新東名高速道路御殿場ジャンクションから浜松稲佐ジャンクションが開通したと。うん、合計が162キロだそうで、うんうん、それがこう高速道路で一度に開通する、まあ、延長の長さとしては過去最長であったというニュースが出ておりますね。まあ、これもなかなか、東名というとあれでしょ、海老名のさサービスエリアのところまでの、はいはい、東京から海老名に入って、はい、大渋滞、大渋滞ね。だからその先だよね、先を2車線にして、ね、はい、なんとかこう混雑を緩和しようっていう動きだったんだよね。うん、なるほどね。これじゃあ、まあスタートゴールはもともとある場所だったってことですか。もともとある場所で膨らんで、そう、はんはんはんで今新しく作った路線2車線目よりも最初にあったその路線がすごくこうくねくね確かねしてたんだよ。あ、それをもう少しまっすぐ通す路線ができて、あ、なんか新しい方が快適なんですか、まっすぐ行けるっていう。まあいろいろありますね。なんか環7でしたっけ、うん、環状線もね今いろいろ作ってますけど、うん、まあね、揉めたりもしてましたけどね。そうだな、はい、だからあれももっと首都高をなくして環状線にこう人をちゃんと整備して、はい、うん、東京に入ってくる人たちをその環状線で、はいはいはい、首都圏に行かせるように。そうですね、東京に入ってから移動するんではなくて、そうそうそう、東京のごちゃごちゃしたところに入る前に、うん、まあ、回っていって、うん、目的地に近いところで、まあ、入ると、うん、まあ、リニアにはかなってますよね。うん、はい、
まあ、そのニュースが4月で、その翌日4月15日が、まあ、タイタニック号が沈没してから100年が経ちましたと。まあ、直接ね関係あるニュースではないんですけど、何年か前にもう最後の生き残りの人は亡くなったっていうニュースだったよね。 ありましたね、うん。まあ、これも映画でね、うん、僕はな中学生だか高校生ぐらいの時にやってましたけどね、うん、当時はなんか車の中でのベッドシーンですか。ああそうだったね。曇ったガラスにローズのこう手がバッと来て、うん、ザーッとなるところでギャーギャー騒いでましたね、うん、若い男子ですから。そうか、だからディカプリオもね、これがやっぱり一番の代表作だからね、未だに。ここからですよ、彼は、うん、もう今じゃもういい渋い役やってますけどね、うん、いい役者になりましたよ、はい。でその翌日5月20日、うん、北太平洋上を中心に中国、日本、アメリカ合衆国などで金環食ですよ。見た？見てないんです。何してた？仕事？仕事だったと思うんですけどね。あでこれ、まあ、日本とか中国を含む日付変更線の西側だと5月21日と。ああそうだったんだ。はい、みたいですね。これは大騒ぎになってましたからね。俺もねこれもう2ヶ月ぐらい前に一応グラスですか、グラス買って、はいはい、で通勤途中だったんだよ。だからもう恥ずかしかったんだけど、バッグから出して、はい、電車からこうやって覗いてたんだけど、はい、意外とねみんなの見てなかった本当に。うん、ただね結果のちょっと曇ってたから、はい、ああそうでしたね、うん、曇ってたからね、はい、みんなちょっとなんとかこう肉眼でもね見ようとしても見えたんだけど、はい、その女子高生とかがねこう会話してて、はい、俺結構その高校生の会話聞いちゃうから、はいはい、でなんか見ようとし肉眼で見ようとして、はい、ちゃんと真面目なちょっと生徒会っぽい女の子が、はい、だからそうやって見るからダメだって言ってるでしょって、だって見えるじゃんっていうなんか軽く言うような子に対して、はい、いやそういう問題じゃないのみたいなことを、ね、真面目な子ですね。真面目な子で、ああこの子はいい奥さんなんだなみたいな。そうでしょうね。しっかり財布の紐を締めるような。そう、いいですね。あれだってなんですか、ファミレスでも売ってましたからね、あのグラス。そうだね。でも最後は売り切れだってみんな探したんだよね。あそうですか。うん、俺の友達もなんか5軒6軒ぐらいコンビニはしごしてもなかったって言ったな。へえ、そんなことしなくてもなんか代用できたんだろうなと思うんですけどね。うん、なんかでも一応その代用じゃなくてちゃんと専門のやつを買ってくださいみたいな、そういうのをすごくニュースでもやってたよ。そうですね、ニュースやってましたね、うん。まあ、直接見るとまあ眼球にね、うん、いろいろダメージとかがあるっていうことでね、うん、これはそうですね、話題になってましたね、はい。まあ、その翌日ですよ、5月22日、うん、まあ、いよいよってところで東京スカイツリーが開業と。高さ634メートル、まあ、武蔵という頃でね、634メートル、世界一の自立電波塔というところで、うん、まあ、開業しました。東京タワー何メートル？あれ333ですよね。富士山は3、あ富士山3127、みななろ、みななろ3776。3700？ そう。あそんな高いんですか。3776だよ。みななろ、これをねなんかね テレビ番組でスカイツリーができた時に、はい、東京タワー、スカイツリー、富士山、どれが一番高いでしょうみたいなやつやってて、結構ねみんなねアメコミだった、アメコミっていうかね、ちゃんと正解できて出せなかった。え圧倒的に富士山だろみたいな。えっ、ちょっとそれはちょっと信じたくないですね。その図工の現実は信じたくないですね。みななろう、うん、まあ、だから東京タワーの倍みたいなとこからねスタートしたんだよね、スカイツリーっていうのは、はい。でもなその昔のね武蔵の国にあやかって、はい、634だよね。634ですね、うん。まあ、これ自立電波塔としては世界一と、うん。まあ、ちなみにこう人工建造物の中だと、まあ、ドバイにある超高層ビルが世界一で、うん、ブルジュリ・ハリーファというタワーらしいんですけども、うん、まあ、これが828メートル、もう全然ですね、全然だね、200メートルぐらい違うんですよね。まあ、自信がないっていうのはね大きいポイントだと思うんですけど、いや高いんだなって思ったのは筑波山から見えたんだよね。ほう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 、筑波山って何県ですか。茨城県の、はい、だからスカイツリーからはもうちょうど東京都ぐらいの距離ですよね。80キロぐらいあるんじゃないかな、はいはい、うん。あ、そういうの見えた。見えた。あ、すごいなと思ったよ。あれはね大きいですよ。大きいよね、はい。で夜になるとイルミネーションが、うん、まあ、2パターン、ね、うん、あるんですけど、それを僕は真下で見ようと思って、うん、真下でこう待ってて、まあ、いざ着いたんですよね、うん、近すぎちゃって、うん、
全然綺麗じゃないんですよ。まあ、あの骨組みがやっぱ一歩一歩ぶっといですし、うん、それに対してこう照らしてるライトが、まあ、やっぱり近くだと力弱いので、そうかそうか、まあ、遠くで見てもあれなんていうんですかね、全部が光ってるわけじゃないじゃないですか、うん、東京タワーみたいに、うん、なのであれはねちょっと離れて見る方がいいですね。なんか首都高から見るのが一番いいかもな。あ、首都高いいですね、うん、首都高東京タワーも綺麗ですもんね。そうそうそう、巨大なラブホテルみたいな広してるけど。そうですね、あれねちょっと色合いがもうちょっとなんかね、なんかね一つ、はい、和っぽく、もう一つ和っぽいんですけど、うん、一つちょっとカラフルかなっていうありますね、うん、まあ、それがオープンしてと、まあ、麓がこう空町っていうショッピングモールがね、うんうん、あれも大きいですけど、水族館とプラネタリウムも入って非常に大きいところがオープンして、うん、で7月の末ぐらいでしたかね、あ中旬だったかな、にようやく一般開放であの展望台に。今どうなんだろうね、もう行けるとは思うんですけどね、はい、ちょっとお値段が、あするんだ、はい、上行くのに2,000円ぐらい、うん、でその東京タワーもそうですけど特別展望台っていうのがさらに1個上にあって、うん、トータルで一番上まで行くと3500円ぐらい。あー結構取るね。結構取られるんですよ。俺ね韓国のソウル行ったんだけど、ソウルタワーも結構そんな感じだった、はい、あそうですか、途中まではこれぐらいの値段なんだけど、あまたその最後の展望台まではこれぐらい取りますよみたいな、もうそういう手口なんですかね。そうだろうね、残念ですけどね、うん、そうだ登りたいな登りたいんですけど、うん、なかなかそれでなんていうんですかね、尻込みしちゃって、うんうん、まあ一人じゃ行きたくないってのもありますし、東京タワーなんか俺結構1年に1回くらい行くことあるんだけど、はあはあ、東京タワーの展望台の床が透明で、 ありますね、そっからさ下見れるでしょ。ありますね、あれが結構やっぱりドキドキするよね。あれ怖いんですよ。あれ結構よく考えたなと思うよ、はい、この前お話したマリンタワーにも同じのあります、うん、あそうなんだ。おそらく丸パクリだとは思うんですけど、うんうん、だマリンタワーはまあ高さそんなないので、うん、そこまでですけどね。東京タワーはやっぱりねちょっとね怖いですよね。で今ちょっとごめんなさい、料金が不確定だったんで、はい、うん、正確に出しました、第一展望台、まあ、途中 あの大きいところですね、はいはい、大きい膨らみのところまでが2,000円。うわぁ、まあ、とにかく入るのに2000円かかる。これ小劇場の芝居ちょっと見れるな。見れますね。さらにその第2展望台、うん、まあ、もう一個上ですね、うんうん、に行くにはプラスで1000円と。そうですね、最初の、開業から1ヶ月半だけ3500円だったようですね。ああなるほどね、はい、これがまあ日付指定の件だったので少し高かったと。そうかそうか、はい、今登られる方は2000円、うん、もしくは3000円。プラス1000円出たら行っちゃうな俺なんか。そうですね、うん、そこまで行ったら行きたいですよね、うん、行きたいっていう心理を取ってるんですよこれ。なるほどね。ただねこれだって一人で観光で行って3000円ちょっときついじゃないですか。これはどこの会社、東部なのかな。東部ですね、はい、あいい金取るな。頑張ってますよ東部さん。スカイツリー駅もできちゃって。そうそう、線路ね。あれもともと何駅だったかも忘れちゃったよ、スカイツリー駅。ですねあごめんなさい、調べとけばよかったですね。押し上げは押し上げでまああるんですよ、ね、あるある、うん、成平台。あ成平台だ、成平台。そうですね、成平台と確かもう一つなんか近くに駅があって、うん、そこをもうつなぐ形でその空町っていうのが、あ押し上げか、押し上げと成平台がつながる形で空町っていうのがこう、うん、どっちの方が近いの、東京スカイツリーの展望台に行くには。もうスカイツリー駅です。あそれはスカイツリー駅なんだ、はい、スカイツリー駅はもう直結なので、うん、雨に濡れずこう中に入っていって空町に入っていけますね。なるほど。押し上げの方は一瞬外に出ます。一瞬出るんだね、はい、地下鉄から出て一瞬出て空町の正面口から入るようなイメージですね。あの観光としてもしあの景色も含めて行きたいようであれば押し上げの方が全然楽しいです。うん、あの空町の正面玄関がバーンとあって、そこのこう脇に登っていく道がずっとあるんですけど、うん、それを登り切ってちょっと中庭みたいなところを歩いていくと、うん、スカイツリーがドーンと。じゃあその地方から来た人が例えば、はい、午前中スカイツリーで遊んで午後、はい、例えば新宿に行きたいとかそういう考え方よりは、はい、もうまるまる午前午後スカイツリー、スカイツリーだってスカイツリーの方がいいの。あそうですね、まあどうだろうな、スカイツリー一日過ごせるとは思います。あ空町自体もすごく大きいですし、
じゃあ空町もやっぱりそれだけのテナントが入ってるってことなんですか。そうですね、非常に大きいです、うん、でそのプラネタリウムもある、水族館もある、あで飲食街も非常にいっぱいあって、うん、お土産屋さんもそうですね、いっぱいあって、あじゃあもうスカイツリーっていうその展望台に行くだけじゃなくて、はい、あのまあ空町も発展してるから、そうですね、そのスカイツリーだけでしか遊べないんだなっていう考え方はしなくても大丈夫だってこと。大丈夫ですね、はい、あそこ全然1日潰せると思います。あのご家族連れだったら特にいいと思いますね、はい、ではスカイツリーですね。で、翌6月1日ユーロが一時1ユーロ95円58銭を記録と、うん、まあ、その後も1ユーロ90円台がずっと続いてしまったと。これは結構ね衝撃的だったんだよね、ユーロが100円を切ってずっといくっていうの。最近その、うん、ヨーロッパのね景気が悪いって、ね、いっぱい入ってきますからね、ニュースがね、ギリシャに始まります、スペインもダメだっていうお話ですし。そうだね、ヨーロッパでもねやっぱねいい製品っていうのはすごくあって、そのやっぱり、うん、イタリアとかなんかね結構デザインもいいし、ね、はい、イタリア、フランス、ドイツあたりは、まあ、ドイツなんか結構 ね技術もしっかりしてるし、ね、テクノロジーも発展してんだけど、はい、やっぱねそのやっぱり東西格差だよね。そうですね、うん、まあ、スペインなんかはやっぱりサッカーとお祭りぐらいですからね、うん、その産業と呼ばれるその貿易に使えるものがなかなかねないですからね。多分日本人よりはやっぱりその海っていうよりは陸でこうつながってるからね、その国と国が、うんうん、はい、アイデンティティっていうのがそこまでないんだと思う。あだから安い商品とかを、製品とか、はいはい、どんどん例えば、西側の人、今例えばだからイタリアとかフランスとか、はい、イギリスの人たちっていうのは、うん、チェコのとかハンガリーとかね、あそういう東欧諸国の安いものを買う、はいはい、買っちゃうわけだよ。だからなんかその全然そのユーロ圏として成り立たなくなっちゃうわけだよ、ね、ああなるほど、うん、で強いてはそういうハードルが低いから、はいはい、今っていうとやっぱりもうバングラディッシュさんをねの服を買ったりとか、はいはいはい、まあ、東南アジア産を買ったりとかね、はいはい、するからどん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 そのユーロとしてのねこう価値ね、経済圏が衰退しちゃうんだよね。なるほど、うん、まあ、そういう理由もあるんですね。ただ旅行行くにはおすすめだね。そうですよね、うん、行きたいな。俺一回ヨーロッパ行った時になんか120円近くあったからね、うん、ユーロ、ああ1ユーロ1ユーロ、あーでも僕もイメージそうでしたよ、うん、もう100円いつの間にか切ってたなっていう。コーヒー一杯飲むのにもね結構ねうわーこんな出すんだっていう。そうか、あじゃあもうちゃんとコーヒーもしっかりした値段取りますからね。取るからね、はいはいはい、まあ それでね、まあ、その後もずっとちょっとこのユーロのね景気が低いっていうのが続いていってしまうんですけども、うん、でその、まあ、6月30日3年半ぶりにウルー病、まあ、あのウルード氏の秒の調整、ね、そうだね、あるんだよねこれね、いつもあるんでね、1秒とかだと思うんですけど、どういう風に調整してるか全く分かんないけどね分かんないですね、まあ、勝ち、うん、1個待って勝ちみたいな、だから1秒得したよみたいな、うん、だと思います。あるんだろうね、はい、うん、今年は皆さん1秒長く生きてることになってる、うん、電波時計の人は全く問題ないんだろうけど、電波時計じゃない人はそうですね、だからちょっと狂ってんだろうね、はい、一瞬カチカチってこう、うん、めんどくさいっていうのがまあ今年ありましたと、続いて、夏、まあ、いよいよロンドンオリンピックというところで、ちょっと一旦切らせていただきまして、パート2へ移らせていただきたいと思います。